お客さんはどの時代でも自分が欲しいと思ったものは買います。お客様に勧めたいものがあっても、本当にそのお客さんのニーズに合っているものを扱っているか、そのお店にお客さんが欲しいものが置いてなければ、お店にすら足を運びません。また、本当に欲しいものであれば、多少遠くのお店であっても、必ず買いに行きます。今回ご紹介する熊澤さんの入浴剤については、原点はすべて20年前の感動から始まったものです。熊澤さんの勉強会で長野を訪れた時に、笹ソフトが入った温泉ですね。この貸し切り温泉で笹のお風呂に入った時に、もう一回自分がどうしても入ってみたいなという感動で、それを再現するものを作りました。一番左は笹を職人さんが手作業で刈り取っている様子です。次はそれを笹エルスの工場に持ってきて、笹の葉っぱを溶かします。液体の部分が笹エルスになります。残骸部分が笹ソフトと呼ばれる植物活性エキスになります。その中にも十分な有効成分がありますので、その中から入浴料を開発しました。笹の素晴らしいところはそれだけではありません。入浴剤を作った後の残骸物をさらに手すき和紙の原料として再利用することができます。この和紙を使うと笹エルスの味をまろやかな味に変えることができます。笹は捨てるところがない素晴らしい商品です。